体の仕草は階段動です。はあ。クモの巣張っちゃってますけど、やっぱこういうのは良くないですよね。いや、まあそういうお寺の設定なんでいいんじゃないですか。はい、というわけで視聴者から赤狼は仏像も見てくれというリクエストが多かったので、今回は東京国立博物館研究員の錦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回出てきたのは芦名の国なんですけど、千宝寺というお寺がありまして、不思議な力を持った巫女様があったんです。不思議な力っていうのは不死の力で、死なない力、それをみんな求めてるんですけど、このお寺はその不死に見入られてしまって、その不死になるのがその悟りへの道だというような、なんか仙人のせいなんですかね。そうですね。でもこのお寺のお坊さんとかはみんなもう不死に見入られて、仏の道を外しちゃってるっていう、そういう危険なお寺になってますね。お寺の城の地下を通ってお寺に、これはまだ城なんですね。もうお寺ですか。あ、絵がかかってますもんね。この絵も、あ、これうちのじゃないですか。東博のやつですよ。そうなんですか。後輩は違いますけどね。これ何ですか。これね、あと手つきも違うんだな。でも全体のテイストは国蔵菩薩像っていう国宝の仏画があるの。多分それですね。ただ後輩はちょっとこれで。ぼやけちゃいますね。後輩の形が違うんですか。後輩ね、ついてないっていうか、なんていうんですかね、丸い中にいるじゃないですか、仏が。それって月の象徴なんですよ、ガチリンっていう。で、本当は以前飯田さんにはちょっとそういう話もしたんですけど、仏をイメージしてその仏と一体化するっていうのがすごく密教とかの儀式だと重要なことで、要はイメージトレーニングをするんですね。でそういう時にまずはこう何もないところから仏をイメージするの大変なので、月をまずイメージすると。でその月の中に例えばこう蓮華があって、でその蓮華にこう仏が生まれて、でその仏の顔はどんな顔で腕が何本あるとか、そういうことをどんどんこう細部の情報を加えていってイメージして、きちんとこう完成した仏の姿と自分とが一体化するっていうイメージトレーニングをする。イメトレですか。はい。実際についてる後輩は極めて仏像的な後輩で、実際に構造が分かりそうじゃないですか。体の部分を隠れるちょうど首ぐらいまでの高さの円があって、で頭の後ろにも円があって、でそこからこう放射状に板が出てるじゃないですか。あれって本当に木彫の後輩とかの構造と同じで、つなぎ目がどこにあるかが想像できるっていう。そういうことです。そういうことです。で、それを絵に表したような仏画とかもたくさんあるんですね。で、おそらく多分それらから取ってきてるやつなんじゃない。形的には興福寺の南円堂にある福家作家観音っていうものの後輩にすごくよく似てます。なんかそのあたりじゃないかなとは思うんですけども。後輩だけでもう特定できるんですね。やっぱそれ有名なやつなんで、これ。でこの絵のテイスト自体、体がちょっと白っぽくて周りがすごいくすんでるじゃないですか。普通の仏画だと多少くすむんですが、ここまで周りの色がくすむってことはあんまりなくて。おそらく参考にされたその東博の国蔵菩薩像だと銀をすごく使ってるんですね。で銀って退色すると黒変して黒くなっちゃうんで、すごく地味な画面にはなるんですけど、元は多分月の光を象徴するようなすごい銀色の美しい絵画だろうと思います。で手つきがですね、国蔵菩薩だと違うんですが、これ真ん中でこう。なんていうんですかね、重ねて組んでますよね。これは瞑想する時の禅定院って呼ばれる院なんですが、このね人差し指をどうしてるかが微妙ね。曲げてますかね。でもね、見えますかね。惜しいですね。なかなか難しいです。人差し指がどうなってるとどう違うんですか？いや、ここがね、曲がってないでこうだと、はい、北海上院っていう上院なんですけど、はい、それだと例えば大日如来とか、なんですよ。で、ここがこう曲がってこう接してこうなってると、はい、これって妙観察知院っていう別の院で、うん、これって阿弥陀如来が組んでる院なんです。だからこうだったら阿弥陀で、こうだったらおそらく大日なんですね。指だけで特定できるんですね。基本的にでも仏とか仏教っていうのはそういうことなんですよ。いろんな姿の信仰対象のものがあるんですが、基本は人の姿なんですね。で、そうするとどこかで見分けつけないといけないじゃないですか。別に名札ついてるわけじゃないんで。で、そうするともう手つきがすごく重要になってくるんですね。これをどうしてるかで、何を持ってるかとか、持ち物、そう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 です。で、持ち物とか手つきで仏の種類を大体判別するんです。で、あとはその体の装飾とか着ている衣服の特徴とかで、これだとまず間違いなく冠をつけていて、で、体にこうすごい装身具がたくさんついてますよね。で、そうするとまず普通の種類でいうその如来って言われる仏の種類ではないんですよ、基本的には。如来の姿っていうのはその出家した後のお釈迦様がモデルなので、要は何て言うんですかね、こう布一枚を体に巻いてすごくこう質素な姿をされてる。仏教だと豪華な方が位が低いみたいなことを聞きます。ああ、そう、まさにその通り、おっしゃる通りで、じゃあ菩薩はどうかっていうと、一応これポイントになるのがその修行中なんですよね。で、なのでお釈迦様が出家する前の姿がモデルになってるんです。お釈迦様っていうのはインドの一応王族の王子様だったっていう設定なので。その王子様としての格好をしているのが菩薩なんですね。だからこれを普通に見ると菩薩なんです。で、ところがそのややこしいことに、実はその阿弥陀如来っていうのもこういうその宝冠を頭につけるタイプの阿弥陀如来もあるんですよ。あ、そうなんですね。それはいいんですか？なんか設定がブレてるみたいな感じが。いや、ただこういう菩薩の姿で如来であるので、一番有名なのは大日如来っていう仏様で。大日如来だとこうやってただの禅定院を結んでいるか、もっと有名なのは忍者がやるみたいな、こういう人差し指をこう片方の手でくるむっていう、こういう知見院って言われる院なんですけど、これの方が多分一般的で、それは例外的に仏の中でも大日如来っていうのは密教の世界観でいうと一番偉い、全ての仏の根本になる仏なので、王の中の王だから。特にそういう王としての姿をしている仏の中の、そう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 というような、もうまあ一説ですけどね。なぜそういう姿なのかっていうのは実は分かっていないので、いろいろ説がある中の一つがそれで、なのでこれは基本的にはこの禅定院を結んでいるタイプの大日如来の可能性と、宝冠をつけている宝冠阿弥陀如来である可能性があって、それはこの指がもうちょっとちゃんと分かれば。正しい参拝のルートを通っていきましょう。あと、ちなみにああいう扉のところに仏画をかけるってことはないですね。あ、扉の裏側に、ああいうことは、まずしないでしょうね。お行儀が悪いってことなんですかね。だってそこに仏画をかけてるってことは、そこで何かの儀式をするってことですから、扉の前でってやらないでしょ普通。なるほど。お堂の真ん中とか、お堂のその入り口向かって奥じゃないですか普通は。常識に反して。中途半端なとこで、しかもちょっとずれてこうかけてあったので。そうですね。まあ、なんだろう。帰ってきてすぐやりたいのか、出かける前にやりたいのか。ああ、地蔵とかがあるんですね。はい、石仏の。いっぱいありますね。へえ。ここに門があって、ここに仁王像。こう見てどんな感じかとかありますかね。これもっと近づけます？これでどうですかね。おお、へえ。これ。一木にしちゃってるんですね。一木作り、一本の木から掘り出してる。まあありえないんですけどね。この大きさの像で、しかも動きがこう激しい像なのに、で、あとその腕とか手の指先とかまで木目が通ってるってことは、まずありえないですよね。基本的には一木造りって言って、その1本の木から仏像を彫る場合は、まあまあ大きくても普通は等身大ぐらいまでで、仁王とかを1本の木からっていうのはまあほとんどないです。まあなくはないですけど。であとはその一木造りっていうと、なんか頭の先から足の先まで全部一本の木から彫ってるようなイメージがあるんですけど、実際にはそんなこととてもできないので、だってこんなね腕をこう伸ばしてるのがあったら、そのすごい無駄になる部分があるわけじゃないですか。彫るのも大変ですし、木ももったいないので。だからその基本的には頭と体がつながっていて、頭と体幹部が1本の木からおおむね彫られていれば一木なんです。でなので普通に典型的な一木造りの仏像でも、肩から先っていうのは大体別の木を彫ってつけることが多いです。これでも木目つながってるじゃないですか。この腕の二の腕のところに。二の腕のところででもちょっと切れてますね、確かにね。切れてるっぽい。ついでる。じゃあちゃんとついでるんですね。細か。でもそうすると手のひらとかの木目の向きを合わせているのはあえてなんですかね。これはアシナのオーバーテクノロジーですかね。でも指のとこもね筋がありますから、指の付け根も。意図的かどうか、どうでしょうね。そうですね。グラフィックの問題なのか。でも実はそういうのなくはないんですよ。この腕の部分をあえて木目を同じ向きに合わせてつけるっていうのもあって、そこまで気にしてるんですね。でそれはやっぱり実際にはできなくても、やっぱり一方の木から彫りたいっていう強い思いがあって、足とか腕とかも木目を向きを合わせてやるっていうことは9世紀とかかなり古い時代の仏像だとあります。平安時代に。それはその職人のこだわりの問題。いや、もう信仰心です。基本的になぜ一本の木から彫るのかっていうと、もともとは何を使ってじゃあ仏像を彫るのかって話にまでいくんですけど、彫るっていうと木になっちゃいますけどね、何を使って仏像を作るのがベストか、何だと思われます？でもベストなのはもうこれ一般の感覚でいいですよ。でもまあ石じゃないですか、硬いから。ああ、それ耐久性の問題で、ダイヤモンドはなんか頑丈だから尊いみたいなあるじゃないですか。ああ、でもその発想はすごく近くて、一応インドで何が一番だって言われてたかっていうと、お経に出てくるんですけど、金なんですね。まず金、純金です。まあそれはそうですよね。すごい高価な金材質ですし、でまたそれがこう光り輝いて見える。仏っていうのは悟りを開いた仏は体から光を発するっていうのをお経に書かれているので、その光を発している表現をどうやってしようかって思うと、一番自然なのは金なんですよ。で金がダメなら、でもやっぱりこうメタリックな光沢とかを重視しようと思うと、銅とか別の金属で作って金メッキをする。でもそれもね、鋳造するのとかも大変なんで、もう全く別の材質を使って金箔を貼ったり金色に塗ったりとかっていうのをするわけなんですけど、実はインドで金と並んで重要だって言われてたのが白檀という木なんです。で今でも白檀ってありますけども、すごいほんの少しでもすごい高いじゃないですか。いい匂いのやつですよね。そうそう、いい匂いのやつ。まずはそのいい匂いだっていうことと、生えるところも少なくて。基本的にはインドとか東南アジアでしか生えないので、あと生えたとしても大きくならないんですよ。幹が太くならない。そうすると取れる量も少ない。取れる量が少ないですけれども、いい匂いが、いい香りがして、とても貴重だって。だからやっぱりまず希少性っていうのもあって、であとは色が綺麗だったり、であと匂いもいいので、やっぱり色を塗ったりしないで木の色のままで素材を生かして。でそこにやっぱお経の中に白檀を使いなさいっていうような指示もあるんです。でただそれを1本の白檀の木から彫り出せというふうに書いてあるんで、まずはそれで一木っていうのが意識されるっていうのがあります。ただ白檀はちっちゃいので、別にこう30センチとか40センチぐらいだったらまあね、1本の木から彫れちゃうじゃないですか、ちっちゃければ。要はそれをこういう大きい像に拡大しようとすると、もう途端に無理が生じてくる。まず白檀で彫れないですからね。だから白檀に近いいい香りの木を探したり、で当然東アジアでは白檀取れないので、じゃあ別の木を使ってもいいよとか。クスノキとか。そうですそうです。クスノキも今その代用材として挙げられていた可能性の高い木ですし、あとはその茅とかで、実は今一番日本でその残ってる仏像で多いのはヒノキなんですが、でヒノキもね、なんかそのヒノキ風呂とか言いますけど、すごいやっぱりいい匂いで、しかもすごく掘りやすい木なんですよね。でただその一木でこう掘ろうとしていたのは、要はそういった白檀で掘っていた名残っていうか、白檀で掘れと言われていた名残があって、なるべく一本の木から掘らなきゃってなるんですが、だんだんその大きくなっていったり財がなかったりすると、妥協しながらこう作っていくようになる。でそのうちそういう原点から外れていって、もうとにかくその大量の例えば仏像とかを短期間に仕上げないといけないとかってなってくると、もうそんな1本の木とかって言ってらんないんで、もうその製材された角材を例えばこう4つ集めて、でさらに別の材を使って腕とか足とか彫ってる人がいて、で途中で合わせて最後調整してとか、結局分業したりできるようなそういったこう作り方っていうのがどんどん成立していくので、この大きさの仁王とかで1本の木から掘らないといけない必然性っていうのはだからあんまりない。もう一方のやつはどうですか？でこっちがアなんですよ。ああでもなんかあれですね、だいぶ痩せた感じの人ですね。迫力足んないなって僕思っちゃったんですけど。そうですね。やっぱりちょっとあれですね、こう近代的な香りのする肉付きですね。いや筋肉の表現とかが、向こうちょっと多分なだらかになりすぎてて、はっきり出てなかったんですけど、この胸の筋肉とかこう腹筋とかのつながりっていうのが、伝統的なその彫刻的な手法で表す筋肉とはだいぶ違うんですよ。今時な感じ。そうですそうです。リアルな感じ。そうですそうですそうです。なんかもっと丸っこいのがポンポンってついてるみたいな。まさにそうです。だからもっと誇張された。だって仁王っていうのは本当にマッチョなので、それをいかに誇張して表すかっていうところなんで、ちょっとこれだとこう普通の近い。こう巻いてる布みたいな。ああ、天根ですね。天根っていうんですか。もう端っこが蛇の顔になってるんですよね。見えますかね。あ、本当ですね。でも確かになんかね、布っぽくないんですよね、これね。太いっていうか。このアシナの国で結構ヘビっていうのは重要な役割を果たして。そうなんですか。谷があるんですよ。そこに大きな白いヘビが大きくて、すごい大きいんですけど、目が人間の顔ぐらいあるレベルで大蛇が住んでるんですよ。あ、じゃあやっぱそれ踏まえてるかもしれないですね。その土着の信仰みたいなのをその仏教が取り込んでこういう形で出すみたいなことってあったんですかね。あ、もちろんありますよ。それはいろんなものをなんていうんですかね、吸収しながら各アジア全域に展開していくので、逆に言うと各地で信仰されてるものっていうのをすごい取り込んでいくんです。で仏教ってそういう意味では他の宗教と対立しない。でこう天根を蛇にアレンジしたりするみたいなのも、だからありえるでしょうけどね。蛇をいろんな体に巻きつけるっていうこと自体は別にインドからあるので、そういう発想自体はありですね。特に竜王とかだと、竜王って本当に竜の王様なんですけど、人の姿で表すと竜王かどうか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからよくあるのは体に竜がこう大きい竜が巻きついている武将の姿とかで表されると竜王だって分かったりする。なるほど。じゃあアシナに2匹の蛇の神様、その先で大蛇が住んでるんですけど、この仁王がそれを表してる可能性もありますね。なるほど。そういうふうになってもおかしくなかったと思いますよ。いろんなところで。蛇ってね、やっぱりどこでも水を司る神様になるので、特に東南アジアだとやっぱり蛇ってすごく信仰されるんですよ。だからそのコブラの上、こうトグロを巻いてる上にお釈迦様が座ってたりとか、でそういうのって別に一方で中国とかでは全然好まれないので、やっぱり地域によって好き嫌いってかなりありますからね。忍者らしく。侵入していきます。ようやくこういうなんかこう忍者らしいところがああすごい、四天王がありますね。はい、四天王と、あ、これはどこから見ていきますか。ああ、これ金剛夜叉明王ですね。これは京都の東寺講堂にある五大明王って5体明王がいるんですけど、そのうちの金剛夜叉明王です。目が4つあるじゃないですか、正面の顔。上下に2個。そう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 。これがすごい特徴的で、金剛夜叉明王っていうその種類の明王は。でもこの漢字からするともう確実に行動像をモデルにしてますね。で、あとその周りにいる四天王は多分東大寺の法華堂の四天王ですね。でちょっと顔は違いますけど、鎧の漢字とかも完全にそうですね。奈良時代のものですこれは。向こうもですか。うん、あ、やっぱそうですね。完全に顔はそうですね。あ、でもこっちを見るとあれですね。階段堂の四天王みたいですね。やっぱり。なんか足元の弱とか見てますね。魔の弱を見つけてる。あ、でもこれはやっぱ階段堂ですね。もういろんなのが混じってる感じですね。混じってますね。奈良時代の四天王をイメージして階段堂と法華堂のが混ざってるんですね。これ鎧の特徴は完全に法華堂なんですよ。そうなんですね。ただその体の仕草は階段堂ですね。はあ。蜘蛛の巣張っちゃってますけど、やっぱこういうのは良くないですよね。いや、まあそういうお寺の設定なんでいいんじゃないですか。でもなんか置き方がなんか本当は四天王は四方向、四方、東南西北を守る神様なので、本当は真ん中にまあなんかその仏様がいるとすると、その東南西北の4つの角にいるべきなんですよ。ただそうすると前から見ると南の人と被るじゃないですか、真ん中の仏が。だからちょっとどっちかにずらすんですよ。でもちろんこういうその奥行きがないところだと一列に並べることもあるんですけど、ここがお寺のどこかちょっとわからないんですけど、こういうところに置くもんですかね。まあでもお堂、これお堂なんですよね。あ、お堂じゃないか、これ門の上なんでしたっけ。門の上なんですよ。あ、すごいですね。お堂にはこっちから降りていく。あ、なるほど。門の上にはまあ置かないでしょうね。あ、ただ有名な話で平安京の正門にあたる羅城門っていうのは、その門の上に毘沙門天を置いてたっていう伝承があるんですね。でそれがまあ羅城門が台風で倒壊した後、その羅城門のすぐそばにあった東寺に引き取られて、それがまあ今も東寺さんにあるその国宝の毘沙門天像っていう像があるんですね。まあ毘沙門天が一応その四天王の中で一番偉いっていう風な考え方がありまして、門っていうのはその外敵をもちろんねこう拒むところであるので、まあ、そこに四天王で一番強い人をこう置くっていうのはありえなくはない。だからあんまりないんです実際には。でそれも伝承中、当時のその羅城門の話も伝承なので本当かどうかはちょっと分かんないですね。で四天王を置くっていうのはでもある、私が知らないだけであるかもしれないですけどね。あるとしたらどういう意味が。もちろんそのやっぱり門を守ってるわけです。ガチガチに守ってるって感じですか。そうそうそう。ただ本来門を守るっていうのを視覚的に表そうと思って、やっぱり仁王みたいに見えないと通る。だから悪い人が通っても分かんないじゃないですか。あること自体僕とかのスーッとこう屋根にこっそりいられてもね通っちゃうんで。台が変わった台ですねこれ。八角形ですか。八角形ですね。八角形はいいんですよ。八角形はよくあるので、ただなんかね、もう本来は八角形っていうのはお墓とかに使うものなので、例えばその人の菩提を弔うお堂とかだと割と八角堂になるんです。興福寺でいうと藤原の不比等を祀っている北円堂とか、あるいは法隆寺でいうと聖徳太子の菩提を弔っている夢殿とかも八角ですし、だからあんまりポピュラーではないんですよ仏像の台座に。こうなんか、あ、厨子がありますね。前で4人ぐらい修行して、こう通ると襲ってくるんですけど、もう倒されちゃった。そうですね、片付けておきました。ありがとうございます。これなんか何が飛んでるんですかね。これは何ですか、虫ですかね。ホコリか虫か。この厨子って開けれないんですか。厨子は開けられないですね。開いてる厨子もあるんですけど。でも開かないの。開かない、これ開かない。テクスチャーを無理やりやれば中身が見えることもあるんですけど、中身作られてないっぽいですね。これは。こういうの開けたくなるんですよね。厨子大体どんなものが入ってますか。いやいや、もう仏像ですよ、ほぼこれだと。このタイプはほぼ仏像。でちっちゃいとお位牌とか、位牌とかが入ってることもありますけどね。ああ、地蔵、ちっちゃい地蔵がいっぱい。なんかすごい人っぽい顔の地蔵ですね。これがなんか仏像っぽくない顔だなと思うんですよ。さっきの仁王もそうですけど。基本的に近代までの人の顔っていうか仏の顔で、こういうどう言ったらいいんですかね、こういう顔ってあんまりないんですよね。妙に日韓的で。ああ、なるほど。でもこの顔本当によく見たらめっちゃ人の顔、人っぽいですよね。すごい。誰か会社の中の人スキャンしてそうなぐらいね。本当に。これって一応参道なんですか。忍者用というか、まあそれはそうですよね。ラッパ宗という寺の長方位みたいな。ああ、はい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 。そういう人がここを使っていく。寺に長方位とかっていることは普通だったんですかね。いや、なんていうんですかね、僧兵と同じで、やっぱりなんていうんですかね、平安時代以降とか寺が独自の勢力を築いていくと、やっぱりそういうこうなんていうんですかね、こう荒事をする人たちもやっぱりちゃんと出てくるんですよ。またそうしないとやっぱり守れないですからね、お寺を。逆に力のあるお寺だからこそあるみたいな感じですかね。なんかね、もっとなんていう自治権が強いっていうんですかね。自分の身は自分で守るみたいな。だから武装して守るんですよ。それが当たり前だった。そうですね。いつぐらいからでしょうね。でもやっぱりもう平安時代の終わり頃、源平の合戦とかの頃にはもうそうなってるはずですよ。でも相当寄進者がいるんだろうと思いますけどね。これだけの大伽藍を築いてるわけですから。ただこういう自然の山の地形を生かしてお堂を建ててるじゃないですか。これって極めてやっぱり密教的というか、あるいは修験道とかでもそうですけど、お寺って本来は平地にあるんですよ。お堂の立ち方とか経図っていうのは大体決まっていて、例えば一番大事な金堂と五重塔とみんなで勉強とかをする講堂っていうのがどういう位置関係にあるかとかっていうのを、基本的には中国から先日本までっていうのは左右対称とか、割と四角形のプランで決めることが多いんですけど。密教とかが盛んになって日本で平安時代以降になってくると、山の中に修行に入っていって、でやっぱり人里ではやっぱりなんていうんですかね、誘惑も多いですし、汚れているのでもっと正常な地を求めて山奥で。でなので最澄が比叡山に入っていったり、空海が高野山に入っていったりして、山深いところで修行をして、なおかつそこにお寺を作っちゃう。でそうするとそんな左右対称のって言ってプランなんて絶対作れないじゃないですか。平らな面積が少ないから。そうですね。だから割とそれの地形に応じたようなお堂の配置をしてて、最低限必要なお堂っていうのはやっぱりあるんですが、それが必ずしもなんていうんですかね、左右対称にならない、どんどん崩れていって山を登っていっていくような感じになっていって、日本はやっぱりそういう山も多いですから、どんどん密教っていうのは別に真言宗とかに限らず広まっていくものなので、各地のお寺が割と山とかに作られるとこういう感じになる。山が神聖っていうのはそれはでも人が来ないからやっぱり人が近づきにくいっていうことと、あとやっぱり自然のなんていうんですかね、力を感じやすいっていうんですか。日本だけじゃなくて、それは基本的にどこのアジアの地域でもそういう側面はあるんですが、そこで信じられている神様と仏っていうのが一体だっていうふうに考えるんです。結構それを別のものとはしないんです。一番素朴なのは自然に対する信仰じゃないですか。奇形とかそのすごい変わった景色、あるいはすごい雄大な景色、そういうとこを選んでそこに神様が宿ってるって言ってそこをお祭りする。大きな岩とかあるいは川とか、そういう特徴的な地形、すごいこう険しい山だったりっていうと大体神様が宿ってるっていうふうに言われる。でそうすると仏教っていうのはそこにうまく入っていくんで、だからそういうところにこそ仏様がいるんだと。で日本的な神仏集合の考え方でいくと日本の神様っていうのは否定しないんです。仏っていうかお釈迦様っていうのはインドの人なので、すごい離れてるじゃないですか。で時代も全然違う。でそんなんで我々が全然その仏教っていうのが分からなくてもきちんと仏教に導くために仏はわざと日本の神様に姿を変えて日本の人々を導いてくれるんだっていうふうに考える。すごく屈折してるんですけど、僕分かんなくなっちゃいました今。だからこう神様を信仰している人たちにもだからその神様は本当は仏様なんですよとかって言ってこう入っていくっていう。だから自然とそのなんていうんですかね、こう神社もこういうところにあったりするじゃないですか。だからそういうところにお寺もやっぱりどん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 こう入っていくっていう。ここから登っていくのが正規の参拝。ああなるほど。本堂の方に。